さあこちらサイドアクトのエリアのステージにまた戻ってきました。さあラウンド14終わりました。古谷さんすごかったですね。さあそんな中こちらの、サイドアクトパークエリアですね、こちらも多くのお客さんに囲まれて、さあ一つまた皆さんに、お伝えしていきたいと思っております。さあここからは、エアレースクイーングランプリのアワードの方ですね、始めていきたいと思っております。さあ一体誰がグランプリに輝くのでしょうか。さあそれでは進行お願いします。はい、のぶさんどうもありがとうございます。こちらはパークステージの MC 菊池恵美子です。よろしくお願いいたします。レッドブルエアレース2017千葉エアレースクイーン14名の中から人気投票で YouTube の人気投票でグランプリがどんどん決まりました。さあこの14名のエアレースクイーンなんですが、人気ナンバーワンのエアレースクイーンをかけて YouTube のですね PR 動画数の再生数を競ってまいりました。先ほど13時に投票を締め切らせていただきまして、結果がついに出ましたので発表させていただきます。レッドブルエアレース2017千葉エアレースクイーングランプリは清瀬真知さんです。前にどうぞ。プレゼンターは株式会社ロベルタの坂本社長です。ステージにどうぞ。坂本社長どうぞよろしくお願いいたします。ステージの方にお上がりください。坂本社長お願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあそれではまずはトロフィーが贈られます。トロフィーはどちらにあるのかな。はい、坂本社長にトロフィー、はい、お願いします。それでは坂本社長から清瀬真知さんにトロフィーが贈られます。おめでとうございます。さあ続いてレッドブルより翼が授けられます。続いてお願いいたします。坂本社長お願いします。ちょっと大きいけど頑張って持ってください。さあレッドブルより翼が授けられます。持てるかな。はい、ありがとうございます。あのね、まだまだあるんだよね、持てるかな。はい、そして旅行券3万円分が授与されます。坂本社長お願いいたします。持てる、頑張る、持てるかな。はい、ありがとうございます。では早速グランプリに輝いた清瀬真知さんから一言コメントいただきたいと思います。マイク持つのでお願いします。はい、最後皆さんのおかげで一応いただきました。ありがとうございます。はい、最初の方は本当に3位とか2位とかを突破争いてたんですけど、最後の方にググッと皆さんの応援で1位に上がることができました。今日ハンガーウォークでチームの方も1位だったね、お互い1位取ろうねって励まし合うことができました。さっきピート・マクロード選手も見事2位でラウンドオブ8に進出することができます。本当に皆さんの応援のおかげです。陸のレースクイーングランプリ、そして空のエアレースクイーングランプリ2冠いただけました。本当にありがとうございます。はい、おめでとうございます。ここで坂本社長から一言いただきたいと思います。おめでとう。また来年も頑張ってください。はい、坂本社長どうもありがとうございました。清瀬さんそのままちょっと一歩こちらにかけていただいて、なんと続いてですね、あの株式会社ロベルタ坂本社長より特別賞としてロベルタ賞をいただいております。ご用意としておりますので特別賞も発表したいと思います。ザ・エアレースクイーン2017特別賞は林さくらさんです。どうぞステージにお上がりください。おめでとうございます。特別賞に輝いたのは林さくらさんです。どうぞ真ん中の方にお越しください。おめでとうございます。ではまずはですね、特別賞としてロベルタ賞が授与されます。坂本社長お願いいたします。ここで特別賞ロベルタ賞に輝いた林さくらさんから一言コメントいただきたいと思います。はい、ロベル
ルタ賞を受賞できて本当に嬉しいです。急に呼ばれたんでちょっと予想してなかったんですけど、まあ、多分ブログで、ロベルタさんのすごい PR をさせていただいていて、それがこう気持ちが伝わったのかなって思います。本当にこの、ね、名誉をいただいて今日満足して帰ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。坂本社長、一言いただいてもよろしいですか。ありがとうございます。このロベルタ賞なんですけど、旅行券1万円分ということで、はい、今渡していただきたいと思いますのでお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてこのまま坂本社長も含めてですね、写真撮影に移りたいと思います。まずはじゃあ社長と、はい、優勝のグランプリの清瀬さん、あ、まずはねお二人で撮らせていただきたいと思いますので、こちらのツーショットお願いします。グランプリに輝きました清瀬真知さんと株式会社ロベルタ坂本社長さんです。はい、オフィシャルの方にも目線お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてグランプリ清瀬さん一人だけでの、はい、お写真に移りたいと思います。坂本社長少しお待ちください。ではセンターでグランプリに輝いた清瀬さんの写真撮影に移らせていただきます。はい、ちょっと右手側にも目線お願いします。はい、じゃあ続いて左側も目線お願いします。はい、じゃあもう一回最後センターにお願いします。ちょっと重たいけど大丈夫かな。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて特別賞の林桜さんと坂本社長、ツーショットで真ん中の方お願いします。あ、そこがいいかな、絵的にはここがいいですね。はい、それではお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてお二方、ちょっと右手側のカメラの方にお願いします。ありがとうございます。続いて左側、皆さんに手がお願いします。はい、それでは最後もう一度センターに向き直っていただいて、はい、ありがとうございます。坂本社長どうもありがとうございました。では林桜さん、ちょっと一人での撮影をこちらでさせてください。真ん中で、はい、もうちょっとこっち、はい、オフィシャルが終わったらちょっとセンターに向かおうと思います。はい、では照明お願いします。はい、じゃあ右側お願いします。ついに結果が出ましたね。はい、では左側お願いします。あれ、坂本社長帰られちゃったかな。3人で写真撮りたかったんですよね。はい、ではこちらグランプリと特別賞に輝いたお二方と坂本社長はもう帰られてしまいましたか。できれば真ん中にも入って、じゃあとりあえず、はい、こちらのお二方撮影お願いします。はい、じゃあまずはオフィシャルお願いします。坂本社長は帰られてしまいましたので、ツーショットでの撮影になります。オフィシャルが終わったら正面右左となりますのでお待ちください。はい、では正面に、はい、体向けていただいて、とびきりのね笑顔でお願いします。今日まで本当にみんなねドキドキしてたと思いますけど、ついに結果が出ました。グランプリと特別賞ロベルタ賞です。じゃあお二人ともこちら右側の方に、はい、お願いします。はい、では続いて左側の皆さんに笑顔お願いします。最後一回正面に戻って終了したいと思います。はい、では最後正面向き直って最後にとびきりの笑顔でお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、以上をもちましてレッドブルエアレース2017千葉エアレースクイーングランプリ、そして特別賞も発表を終了させていただきます。皆さんありがとうございました。
お待ちください。